今日は滝山自然公園来てます。結構坂道がきついっすね。滝山公園及び滝山城跡は八王子駅から車で15分ほどに位置し、続日本百名城に選出されるなど歴史ファンには馴染みの深い場所となっています。その一方、野鳥撮影という点では近くの小宮公園などに人気をさらわれてしまっている印象があります。今日はね、お花見も兼ねてるんで、園内に5000本の桜があるという話を聞いたんですが、今のところ一切見えませんね。やっと来た。動画では分かりづらいですが、かなりアップダウンの激しい山道です。石畳部分が非常に多いため、雨や雪の日は相応の装備で挑む必要があるでしょう。嘘だろ。
鳥がいません。